190のユーザー車検にチャレンジしました。1. オイルフィルター交換。まずはエンジンオイルとオイルフィルターは交換しました。オイルフィルターの交換は久しぶりに自分でやるので、購入したフィルターのサイズが合っているか確かめています。スパークプラグも交換しました。ユーロスペシャル 10W40 を使用しています。パイロットは右側インナーブーツに遮熱板に擦れた傷があったので、車検時に穴と間違われる可能性があったため、布を瞬間接着剤で貼り付けて補修しました。ロアアームボールジョイントブーツは右側の下側が破れていました。可動部分ではなかったので、きれいに拭き取り、ナイロン生地を瞬間接着剤で貼り付け、さらに金属バンドで固定し、応急補修しました。チョッカのホースに亀裂がありました。整備工場で2年前くらいに交換したばかりでしたが、サイズが小さいホースを無理やり差し込んでいたためでした。適切なサイズを手配して交換しました。他に問題はなさそうでしたので、いよいよユーザー車検にチャレンジします。車検時にエンジン番号を試験官に見せなければなりません。エンジン番号は非常に見えにくい部分にありますから、事前にきれいにしておきます。車検の結果、2箇所に問題があり落ちました。フロントガラス左上の丸いステッカーは有効期限が切れてるので、剥がさないと不適合とのこと。これは剥がすだけで解決しました。後軸検査でもダメでした。これは近くの予備検査屋さんで調整してもらいました。不合格となった2箇所を直して、その日のうちに再受検して無事に合格しました。